白紙撤回からおよそ8ヶ月、東京オリンピック・パラリンピックの新エンブレムが永安の組市松紋に決定しました。それではどうぞ。新しいエンブレムは午後3時過ぎに発表されました。公式ホームページによりますと、組市松紋は江戸時代に市松模様として広まったチェッカーデザインを日本の伝統色である藍色で粋な日本らしさを描いたものだということです。デザインは所浅尾さんです。今回の選考にはおよそ1万5千点の作品が集まりました。今月8日に最終候補の4作品が公表され、インターネットやハガキによる一般からの意見募集では延べ4万人以上から意見が寄せられました。